私や、やっぱパーやん、ありがとう。ネコテラスさん、ありがとう。ナオキさん、ありがとう。出家したの、マイセンさん、ありがとう。タコ、ありがとう。ホウさん、ありがとう。メガバイトさん、ありがとう。ヘアニーさん、ありがとう。ネコテラスさん、ありがとう。あいよ。エンちゃん、ありがとう。リンさん、ありがとう。スキラッチョ、今朝のラッパーパーやん、ありがとう。トシンさん、ありがとう。ヤシさん、ありがとう。ネッシーさん、ありがとう。今朝のラッパーパー、ありがとう。リンさん、ありがとう。アトルンさん、ありがとう。セイヤンさん、ありがとう。ヤシトさん、ありがとう。秋満喫してる。そう、めっちゃ楽しそうじゃないですか。なんかちょっとショールーム見てるんですけど、シローさん、ありがとう。ナギバーさん、お疲れ様。おすすさん、ありがとう。そうなの、今日は話し会がありました。今日はそうね、今日はね、カジュアルスポーティーな感じです今日のファッションは。お話し会ね、釣ってくださいって方また1名おりました。お、ありがとう、ありがとうございます。ん、アバター、アバター見たい。かわいい。なんかアバターが増えるの増えるのかな。そう、明日も話し会ですね。ね、私のアバターどんな感じなんだろう。なんかね、先輩方のは暗闇の衣装着てますね。へえ。そう、こんな感じなんですね。自分も見たい。ね、見たいね。私のアバター出るのかな。めっちゃ似てる、皆さんすごい似てる。私知らないよ、アバターどんな感じか。ドラエグ、もう私は今日はもう食べ過ぎてしまって、もうお腹いっぱいです。ドライブ、わかんない、2期生何の衣装なんだろう。これはドライブ内のアバターですかね。私もしたことないんですよね、ドライブは。でもなんかファンの方と対戦できるのかな。ファンの方と一緒のチームになって対戦できるってことなのかな。
そう、私まだね、まだしたことがなくて、ドライブを。ドライブドライブそうそう、ラッパーの方ですか今日はでも用意落ちてた。同じチームになったらね、嬉しいよね。お腹いっぱいだ。帽子はどこ？どこ行った？あ、あっちにある。聞こえない？音声途切れてる？私。お、こんばんは、ありがとうございます。大丈夫？私ちょっとね、お家の Wi-Fi がね、あのちょっと弱いので。気になる。お、なんか、あ、すごい、こんな感じなの。今なんかそのドライブのプロフィールみたいなのがあって、なんか今みちさんが出るんですけど、みちさんの神用紙とか出てる。え、なんかみち神用紙って書いてある、船の船とか、なんかみち神みち用紙って書いてある、なんかTシャツとか着てる、アバターすごい、こんな感じなの。あ、それでその横にミツさんのなんか暗めの衣装と、これは無謀の衣装、なんだろう、着てる。こんな感じなんだ。そうなの。本当だ、スタジオの旗持ってるあ、おもろい。おもろい、こんな感じなんだ。なんか面白いですね。私もね、ドライブにね参加します。もうメンバー全員参加するんですけども、そう、日程も決まってるんだよね。そうなんだ。じゃあこれは何、なんかダブルサヤカの話してる、ダブルサヤカかなんちゃらって言ってる。あ、2人置けるのね、この自分のアバターの横に。お腹いっぱいだ、めっちゃお腹いっぱいだ。めっちゃお腹いっぱいだ。焼き鳥食べました。焼き鳥食べた。鬼滅始まった？みんな鬼滅見るの？焼き鳥食べた。いっぱい食べた焼き鳥。録画した？なんかさ、お腹いっぱい食べたら眠くなっちゃうよね。眠くなっちゃう。おやすみ。ねずこの話。私は豚バラが好きなんよ。ありがとう、録画してくれたのね。
ほほい。眠そう。ドライブってなんだろう。私もまだねしたことないんやけど、でもドライブの CM は全国で流れるみたいですね。すごい。塩とタレ。でもね、私どっちも好きなんよ、塩とタレ。どっちも好きやけど、どっちかっていうとタレかな。本当にお腹いっぱいだ。ポンポコポンポンポン。ポンポコポンポン。私は豚バラが一番好きなんだ。いいよ、チキラ。そう、お腹叩いてる。お腹叩いてる。ボンボコボンボコボン。僕はサヤが一番好き。ありがとう。おほら、変わった。田口さん。れいかちゃん、れいかちゃんじゃない。れいかちゃんではありません。田口監督です。本当にお腹いっぱいだ。お、よろしくです。田口監督が、はあ、本当にお腹いっぱいだ。お腹いっぱいすぎて。みんな今日は早く寝ようね。私も早く寝ます。監督さん、れいかちゃんじゃありません。田口監督です。はーい。嘘、寝れない。明日はね、タクシーは1時間目からですよ。1時間目から。明日のコーデはなんだっけ、あれちょっと忘れちゃった。どうしよう。あれ私何を決めてた。でも決めた。そう、あの大人っぽいような、大人っぽいコーデみたいな。え、でもちょっと待って、昨日の時点で決めたんやけど、ちょっと忘れちゃった。どうなんやったっけ。あらららら、らどうしよう。そうだね、明日の楽しみだ。そうなの。うん、もうお腹いっぱいすぎてさ。よろしくです。あ、本当？そう、今日ツイートしたんだよ。あ、またちょっと洋服見てなかった、みんなの。見てなかった。いつぶりだろう。お、294日。やった。お、ありがとう。いきなり声。ありがとう。ティフのツイート私がした。から、そうか。と考えたら。結構日が浅い。
でもね、あれは3人ツイートですもんね。だけど1人ツイートは何週間ぶりなんだろう。よろしくです。豚バラ美味しいよね。ほんと、そう、今日もね、1時間目からあったけど、結構ナチュラルな方も多かった。もうなんかさっき起きたよって方も結構いらっしゃった。ほんとよかったよかった。バイバイ。眠いかもしれんなんか眠いっていうか、もう気を失いそうになっちゃう。急にハッてなっちゃうかもしれん。ヒラリンハットさんありがとう。静岡の天板のたけさんありがとう。マイピーさんありがとう。せんやさんありがとう。ありがとう。ケツナイラッパッパーやん。ありがとう。リンさんありがとう。ヒラ兄さんありがとう。 F 渋谷さんありがとう。サオヤンさんありがとう。アオちゃんありがとう。ハトルンさんありがとう。ネッシーさんありがとう。あ、サオヤンのサオヤンのありがとうございます。キチネさんありがとう。マサトシさんありがとう。あ、テンネツさんありがとう。F 渋谷さんありがとう。大西くんありがとう。エンチありがとう。都心さんありがとう。ネットサーファーさんありがとう。ノミミズさんありがとう。トシヤさんありがとう。ホウさんありがとう。大西くんありがとう。炭酸せんべいさんありがとう。エンチありがとう。黒は黒ですね。カリさんありがとう。そう、今日はありがとうね。楽しかった。ヒデのヒデさんありがとう。あら、これか。キサのラッパッパーやん、ありがとう。お、ありがとうございます。かわいい。ルーム長さんありがとう。やったね。もみじ？もみじって？えんちゃん、ありがとう。釣ってくださいの方はね、お一人いらっしゃいました。合計2名ですね。お、よかった。平瀬に配信見れる喜び。寝落ち配信あもうお腹いっぱいなんだよ。なんか目はあんまり疲れないかもしれない。わかんない、疲れてるのかな。そう、もう釣られてる方がたくさんなんだね。あんまり忘れるよね。釣ってってあんまり忘れるよね。あ、もしかして私いつも釣ってるいつも釣っとるけん、お話し会じゃなくてもって感じ。ちょっとやつとやつられるぞって。こんばんは。そうだよね、伝えたいことあるもんね。ほんと、そう、写メ会もあるからね。あ、ラッパーさんだラッパーさんになっちゃったの。
そうだよ。12月24クリスマス。お腹いっぱいになったら眠いの。ふとしんさんありがとう。いいよチケラ。あ、特別配信終わった。もう息をするたびに眠くなってしまう。息を吐くたびに目が閉じそうになる。発表を特別配信もありがとうございました。你好。本当。お、ほらいろいろあった。あ、久しぶり。疲れやん。ギルド。私はドラエグも。高尾ギルド、高尾ギルドチーム。まだランキング読んでない。来週かな。来週っていうか明日が終わってからの1週間。あ、でもお昼通だったらみんな見れんかな。土曜日の夜とかがいいかね。誕生日おめでとうネイルくん。メイル、ハッピーバースデートゥーユー。メイルくんおめでとう。素敵な一年になりますように。メイルくん、これからもよろしくです。うん、そうだ、今日、そう、今日おきまいさんと話した。テーブルが横でさ、テーブルが横で喋りかけてくださってから優しく話してくださった。楽しかった。でも、そう、ちょっとお腹いっぱいすぎてお腹いっぱいすぎて本当に私もお腹いっぱいの時眠いのよですよ。
お腹いっぱい食べるほど眠たくなる。面白いって、え、嬉しい。仮眠を取るべきだったかな。そう、あとそう、沖さんのね、あのツイッターにそう、あの投稿してくださったんですよ。私知らんくてから、まさか自分が投稿してくれるなんて。嬉しいな。おお、こんばんは、久しぶり。そう、華奢なラッパー華奢なラッパーです。え、嬉しい、可愛くなって嬉しい。これからも見てくれ、やっほー。笑った、もう目を閉じて私は出て寝るもんね。はあ、ありがとう。帽子、帽子でしょ。最近帽子にはまってるのよ。あ、ありがとうね。もうなんかこの 何ヶ月かで帽子がたくさん増えた。 3、4個くらい増えた。でも朝ですね。早起きだ。実家、やっぱ実家になった、はあ、ちょっと私はもうだ、うん、喋り続けよう。やっほーやっほーやっほー。もう目閉じたらもう私はもう寝ちゃうから。でもう土日が終わっちゃいますね。やっほー。あいよいよ、あチェケラ、あ全然眠くないぜ。明日仕事なの。アラーム2個、意外とアラーム遅れるんよ。ただその後二度寝するかどうかが問題。絶対に起きはしますよ。占いになった。私帽子似合わんと思って、ずっと今までずっと帽子私は似合わないと思ってたんですけど、なんか最近いいなと思ってきて意外といいなと思ってきて。わお、初見です、可愛いです。え、嬉しい、ラールちゃん嬉しい、ありがとう。目がでかいでしょ。そう、寒くなってきたから起きるのちょっとね。もうお布団の中がすごい居心地がいいのよ。本当、お、嬉しい、嬉しいんだけども、1000倍ぐらい可愛くなる1000倍。そうだね。あ、バジェも買ったの。そう、リコチは帽子大好きでね、いっぱい持ってるもんね。5度寝したの、いいな。似合って、あ、かぶってたらいつの間にか似合ってくる。そうなんだ。私今日お話変えて、そう、寒いとっちゃどうですかみたいな。寒いですかって聞いたら、もう寒いって言って、半袖の方いらっしゃった。面白かった。
半袖でクーラーつけとるって。いや、あー、寒くないの。秋ファッション大好き、私。秋冬ファッション大好き。ニットが大好き。クマの帽子、あ、あれクマなの。今日はかっこいい系な私でした。はじめまして、お魚さん、ありがとうございます。今これパーカーなんかね、なんていうんかね、これ、この素材パーカーなのかセットなのかわからんよね。あー、なんか冷房つけてる方もいらっしゃった。冷房つけて寒い。寒いって言うたっけな。トレーナーか。そうそう、あ、パーカーはフードがついてる。今流行ってるよね、食べ物のなんかスウェットみたいな。私はね、勇気がない。いろんなメンバーがなんかいろんなあの食べ物のなんかトレーナーみたいな着てる。でもすごいなんか素材いいよね。素材がすごく良さそう。レッスン着とかとかとか、そうそう、サバ缶とか、そう、トロブさんが持ってたり、いっぱいあるのよ。マイケルさん、うなぎ、なんかさつまいも、あ、芋、レイカちゃんだ、レイカちゃん今芋。え、どんどんあれって新しいの出てくるんですかね。全然発売されん。そう、あ、ピザ、あ、そう、ジェラ、そう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 、わかる。そう、ジェラピケとかで、そう、ピザのねトレーナーとかあるよね、かわいいよね。なんかピザとか、ピザとかね、あとなんかジェラートとかね、いろいろそういう食べ物系かわいいよね。竹野さんキウイ、え、みんなかぶってない。一人一人違うんだ。私何しよう。かぶらんようにしないかん。そうね、たこ焼き、たこ焼きあるの、私も買った方がいい。私も流行りに乗った方がいいかな。豚キムチ絶対ないもん、絶対ないもん、豚キムだって、だって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 ないもん。あー、キムチはあるかな。ありがとうございます、可愛いです、ありがとう。そう、餃子もね、実は私餃子大好きで、餃子もいいなと思ったけど、やっぱり勇気が、ちょっと勇気が。カレーもね、きっとあったらいいだろうけども、そう、カレーパンとかあったらいいのだろうけども、レモンとかもいいよね。ネバネバ丼、餃子は私焼き餃子と水餃子どっちも好き。小籠包いいね。何が似合う、確かに何が似合うって言ったら絶対豚キムっていう、みんな。やっぱこれいいん。
え、餃子食べたことある？ありがとうございます。こんばんは、初見ありがとう。ヨッシーさんありがとうございます。中尾さやかでございます。ほらほら、絶対絶対ブタキブでしょ。そう、私今日さ、お話し会でさ、女の子のファンの方がいらっしゃって、女の子の方がいらっしゃって、さやにずっと聞きたいことがあってみたいな言ってくださって、すごい気になって、え、なになにって言ったら、昆布好きですかって言われたの。昆布好きよ、昆布好きよ、好きよ、昆布好きよって言ったら、えっ？ってめっちゃ驚いてた。それで切れちゃった。何だったんだろう俺も気になってて知ってた何だったんだろう。すごいな、すごいなってびっくりしてたもん。何だったんだろう。そう、すごい可愛い女の子だったの。何だったんだろう。すごいずっと気になってたことがあったみたいな言ってらして、本当にちょっとドキッてして、え、何と思って、そんなずっと聞きたいことって何と思って、何って、何何ってちょっとドキドキしながら聞いたら、そう、昆布好きって、昆布好きよって、えって言われて、何だったのでも嬉しかった。そうそう、でもいつか分かるかもしれん、その日が分かる時が。あ、インドネシアサヤン、ねえ、あ、私昆布そうなんかな、私そうなんかな、そう、昆布好きですよ。美味しいよね、昆布のおにぎりとか好きやし。やっほーい、ドク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 、よいしょよいしょ、眠いね。そう、おでんの昆布とか美味しいよね。今日着てた、あ、かぶってた帽子、でも私未だに帽子のかぶり方がさ上手じゃないんだけど、ギャップでかい。ラッパーコードじゃないよなんかなんとなくね、なんかなんとなくね、私なぜかこうしてたんよ、こうして撮ってて、そしたらラッパーやんってなって、でヨーヨーでした。あ、
いよいよって。こっちこっち、こっち、こっちみたいな。そうそう、ちょっとキャッチャーの真似をしてみました。ちょっとキャッチャーの真似してしまった。そうだよ。言わんけ、言わんけ。やる。こっちこっち、こっち。ああ。よかったみたいな。どんなイメージなんて感じよね。そんな言わん、そんな言わんけ。悲しいよね。私行ったことあるよ、福岡ドーム。コカコーラシートにね、2、3回座った。スポーツ観戦好きなんよ、実は。あまり知られてないけど、私本当にスポーツ観戦好きなんよ。でオリンピック本当に大好きなんだよ。わかるよ、わかる。意外でしょ。私本当にずっと家族でめっちゃ応援してる人だから、いろんなスポーツを。でしょ。え、もういっぱい見るよ。え、もうね、全部好き、全部見るけど、去年はめっちゃラグビー見てた。なんか去年すごいラグビーがなんかブームになってめっちゃ見てた。なんか私ね、あの 見ながらちょっと覚えていく人なんよね。そう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 、めっちゃ見てた。リーチマイケル、リーチ。でもね、結構全部見ますよ。何でも見れる気がする。見る、何でも見るよ。
私はねスポーツねしてないの。私スポーツできんのよ。ちょっとね運動音痴だから。そう、見る専門です。私本当に何もできんの。運動苦手すぎて。腹筋だけできるの。そう、卓球できるかな。でもよく体育の授業で卓球はしてたから、もしかしたら卓球はできるかもしれない。一番でも実は私バスケとか好きで、できんけど好きなんよ。でもバレーとかサーブ絶対入らんけど好きなんよ。そう、なんか手がちっちゃいんかな。手がちっちゃくてボールがねなんかうまくねキャッチできんの。私吹奏楽部やったんよ。本当に卓球だけは本当に体育の授業で最後らへんずっと卓球してて、ずっとしてたからさ、それでちょっと身についてるものがあるかもしれん、もしかしたら。でもねその時もなんかすごい違う場所行ってた気がする。私ねそう高尾スマッシュと言いまして、そう高尾スマッシュなんかも高尾スマッシュだから友達の頭とかに飛んでくから聞けないよ私。なんか友達の頭にさ当たるときってなんかすごい吸い込まれていくよね、卓球ボールが。え、うまい？嘘。本当私がヒューって言ったものだから、ね、友達のその頭にヒューって吸い込まれていくんよ。それが高尾スマッシュ。そんな感じ。狙ってない狙ってない、本当に狙ってない。本当にあのボールを返すのに必死すぎて、もうとりあえず返すことに必死だから、もうどこに行くかわからんの。なんか皆さんが本当に想像してるすごい速さのボールのその瞬速みたいな感じの卓球のその速さではなくて、本当にもう吸い込まれていくような速さのボールの速さだから。ちょっとこの話やめよう。やめとこうか。やめとこう。私はここらでもうでは終わりますね。ここで私は終わります。
ありがとう。お疲れ様です。ではでは。お、ありがとうございます。待って、全然私怒ってないけん私全然怒ってないよ。全然怒ってないよ。1ミリもないよ。全然怒ってない。逆にそう見えたのねって感じです。では明日は話し会なのでよろしくです。怒ってくれたって何？怒られたい。わお。タコがいっぱい。オッケー、お、ありがとうございます。怒られて伸びるの読んだっけ、行かなくなってきた。どうしよう、ハトシンさんありがとう。天熱さんお疲れ様。千夜さんお疲れ様。ゆくごぴょんありがとう。えんちゃんお疲れ様ありがとう。あーさんお疲れ様。なおやさんありがとう。チェケ、あーさんありがとう。ゴンヤンありがとう。リュウキさんありがとう。ナオキさんありがとう。 F 渋谷さんありがとう。エンちゃんありがとう。天熱さんありがとう。神田推し、深夜さんありがとう。炭酸せんべいさんありがとう。サトルンさんありがとう。エンちゃんありがとう。せんやさんありがとう。カトシンさんありがとう。アーさんありがとう。せんやさんありがとう。エクゴピョンありがとう。ナリバーさんありがとう。チェキ、リンさんありがとう。キチネさんありがとう。せんやさんありがとう。コックさんのシゲさんありがとう。タケリアさんありがとう。せんやさんお疲れ様ありがとう。サトシンさんお疲れ様。エンちゃんお疲れ様。シンヤさんありがとう。けしゃならっぱっぱーやん、ありがとう。のむさん、タコいっぱいありがとう。ありがとう。まさとしさん、ありがとう。ぶっちさん、ありがとう。メガバイトさん、ありがとう。くまはさん、お疲れ様。としんさん、ありがとう。
かりやんこさんありがとう、ぶっちさんありがとう、ゆくとさんありがとう、おふにしくんお疲れ様、うっかりやんこさんありがとう、F 渋谷さんありがとう、ありがとうございます。確かに、では寝ますね。あれ、おつさーやん、あ、もらった？タワレコさんの。わからない。では、終わります。調べを持ってたけど全く分かんなかった。やっぱりハトシンさんタワーですか？お、ありがとうございます。そう、ちょっとそれ調べてたんですけど全然出てこなかった。ありがとう。どう調べても出てこんでから。ありがとうございます。ごめんね、めっちゃ時間かかってしまった。でも聞くのもなと思って。いや全然ごめんね。
なんか今日10月10日ってすごいなんかいいですね。ゾロ目。とうとうっていうの？あ、体育の日。トマトの日。あ、そういうこと？とうとうで。あ、そういうこと？10月10日。へえ。そっか、2020年の20月22日とかないもんね。あ、ジュージューの日ね。ジュー、私の大好きなハンバーグのジューの日ですね。なんかすごいいいね。お好み焼きの銃、お好み焼きの銃でもいいですよね。じゃあ、さとしんさん、ありがとう。銃、じゃん。あ、そっか、今日お好み焼きの日か。焼き鳥でもいい。じゃあ、お、どこまでの時、リクトさん、ありがとう。あれ、どこまでなんだ。大西くん、お疲れ様。うっかりんこさん、ありがとう。 F シブヤさん、ありがとう。ホトルンさん、ありがとう。リンさん、ありがとう。お疲れ様。エンちゃん、ありがとう。F 渋谷さん、ありがとう。ブッチさん、ありがとう。うん、寝ましょうかね。もう10時間経ったんですね。喋りすぎてしまった。じゃあどうしようかな今日は。トモさん、ありがとう。あ、インストールした？ナビちゃん。ね。いや、でも皆さんも早く休んでくださいな。ありがとう。全然ですよ。本当？1万3000人の方、フォロワーの方、行ったんですかね？本当すごい。そんなにフォローしてくれてるのですか。ありがとうございます。ありがとう。わ、お母ちゃん、お母ちゃん、ありがとう。うさねこさん、ありがとう。そうですね、1万5000人とか、キリのいいところでなんかしようかな。えんちゃん、ありがとう。へえ、嬉しいね。年々ですよ。ようくまさん、ありがとう。ね、本当に1万3000人の方。うさねこさん、えんちゃん、ありがとう。ジョーさん、ありがとう。お疲れ様。今日ありがとうございます。おお、初コメでめっちゃ、え、何？
ツイッター流れてきて気になってる。私の今日のツイートですかね。嬉しい、ありがとうございます。わざわざ配信見に来てくれました。ハンバーグさん、ありがとう。すごいアバターあったんだ、ハンバーグの。じゃあ今日はどうしようかな。じゃあどうしよう。嬉しい。そうなの、お決まりさん揃ってサーヤン面白くて好きって。本当にいいね。グリーンフラッシュにしようかな。ハンバーグ1204個さん、ありがとう。ごめんね、なんか終わるって言ってすぐ終わらんでから。じゃあ皆さん、何ですっけ、音量下げてくださいね。イヤホンがちょっとブツブツってなるので。そう、なんかいつもね、私ね、そう終わるって言ってね、ちょっとね、ちょっと時間かかってしまうけんさ。そうなんよ、これからどうすればいい、どうすればいいかね。もうすぐで終わるねって言った方がいいかな、もうすぐみたいな。そうなの。じゃあしますね。びっくりした、みんな聞こえた、大丈夫？聞こえた？嘘！ごめん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 ね。遅かった？めっちゃ私早く瞬発的にしたんやけど、この。ごめんなさいね。ごめんね、本当に。本当にごめん。本当にごめんね。本当にごめん。いや、本当にごめんなさい。そう。本当にごめん。もうちょっと別にごめんね。ちょっとびっくりすぎ、びっくりすぎてちょっとごめん。ちょっと遅れてしまった。すぐ消したいの。すぐ消したけど、ごめんね。あ、聞こえてない方もいらっしゃる。もうすぐ消した。びっくりした。びっくりした。本当にごめんね。みんなのコメントにちょっと面白くなってしまう。いや違う、本当にごめんね、本当にびっくりした。本当にびっくりするわけ。でもよかった、もしかしたら音量下げてた方もいらっしゃったかな。私音量下げてって言ったっけ、もしかしたら。ごめんね、すぐ消したんですけど、なんかね、私イヤホンさせたら時々バグるんですよね。これは本当に毎回言うんですけど、これは本当にわざととかじゃなくて、本当にわざととかじゃなくて、これは本当に予測できなくて、イヤホンをしたら勝手になるんですよ。本当にね、これは本当に私はしたくてやってることじゃなくて、勝手になってしまうんですよ。だからでも本当に本当にでも自分で自分が一番受けてるから
その攻撃はもう自分が一番受けて、あの最善を尽くしてみんなに聞こえないようにすぐあのアプリをこう操作してるんですけども、そうそう、それはねちょっと分かってほしいです。そうなの、そう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 、自分でもめっちゃ聞こえる。そうなのよ、お、めっちゃ声落ち着いてて仕事終わりに疲れ、嬉しい、疲れ取れるって、ありがとうございます。そうそう、もしね、あのすごいさっきから見てくださった方とか、今日初めて見に来てくださった方とかいたらごめんね、もしね、なんかもしさ、なってしまった、そうそうそう、イモケンペさんありがとう、ハトチンさんありがとう、うん、気づいたらこんな時間になってしまった。こんばんは、びっくりした、本当に。あげたいやつさん、ありがとうございます。お、急にラッパに入れん、なんかいいよね、じゃあミッシュ、お、フォローしました、ありがとうございます。美味しいでしたか、涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、辛くなるだけの恋のイルスを洗い流してしまおう、失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ、その不安に負けないで Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう、ほんの少しだけ遠回りもいい、強くなれたらそうきっと君にも見える、幸せが君にも見える、 Green Flash。 めっちゃ出なかった、ありがとうございました。お、ありがとう。プクさん、ありがとうでー。フラットさん、ありがとう。リンさん、ありがとう。エンちゃん、ありがとう。ヤッシーさん、ありがとう。フラットさん、ありがとう。八王子さん、ありがとう。わ、皆さん、ありがとうございます。ありがとう、マサトシさん、ありがとう、ブチさん、ありがとう。じゃ
ゃあね、またね、ありがとう。広島のかっちゃん、ありがとう。じゃあねー。